フロリアノーポリス。フロリアノーポリスは、ブラジルサンタカタリーナ州の州と、サンタカタリーナ島と周辺の小島で一つの都市を形成している。ニューズウィーク市で最もダイナミックな10都市の一つに選ばれた。フロリアノーポリスは、島にあるブラジルの州と三つのうちの一つである。その他は、サンルイス、ビトーリア、 17世紀に船を守る目的で建てられた要塞を持つ小島によって周囲を囲まれている。人口のほとんどがサンタカタリーナ島の北半分で暮らす。南半分はあまり開発が進んでいない。建設当初はアゾレス諸島出身のポルトガル人が多く入植し、その後サンタカタリーナ州の他都市同様にドイツ系移民とイタリア系移民が入ってきて強い影響を受けた。 白い砂浜を持つことから観光客に人気の都市である。エルシリオルス国際空港があり、フロリアノーポリスと他都市を結ぶ国内線、国際線も運行している。サンタカタリーナ連邦大学がある。フロリアノーポリスは温暖湿潤気候である。四季の変化がはっきりとしている。下は滅多にないが冬に時々ある。海に隣接しているために、 平均湿度が80%である。1年を通じて広範囲で目立つ降雨量がある。1911年から1984年までの年平均降雨量は1521ミリだった。寒気がなく夏は雨季となる。1月から3月の雨は増え月160ミリである。4月から12月は降雨量がわずかに減少し月平均100ミリとなる。 雨の減る時期は6月から8月である。最も暑い時期の最高気温は、摂氏26度から摂氏31度の間、最低気温は、摂氏7.5度から摂氏12度の間である。観測史上最低気温は、1975年に記録した摂氏2度である。2006年国勢調査によると、市には40万6564人の人口がある。 ブラジルの州都の中でも生活レベルの高い都市である。ほとんどがヨーロッパ系移民を先祖に持つ市民で占められる。18世紀半ばに植民が始まった時、アゾレス諸島出身のポルトガル人が多数を占めた。現在はこのポルトガル系と後からやってきたドイツ系とイタリア系がほとんどを占めている。南端の自治体のいくつかは先祖伝来の生活様式を守るところがあり。 アゾレス諸島出身者を先祖に持つ自治体を例にすれば、高言、手工芸、祝祭を現在も守り続けている。一方で、市中心部はブラジル多都市からやってきた人々や外国人が暮らすことから国際都市となっている。植民が始まった当初のサンタカタリーナ島は重要な捕鯨中心地だったが、現在は IT 産業が盛んである。州の観光都市として、 毎カ詞の人口の3倍以上の人々がやってくる。白人、根血、黒人、その他。フロリアノーポリス経済は商業活動、公共サービス、変容する産業、観光が基盤となっている。最近は副職産業と IT 産業が経済発展を牽引している。島北部の砂浜を整備する公共事業は市の重要な経済活動でもある。 2004年度の市の GDP は4.283レアル、628.000。市民一人当たりの年間収入は11.071でアル。観光はフロリアノーポリス経済の根幹の一つである。多くの市民と観光客はフロリアノーポリスはアゾレス諸島文化を建物、労働者機質、民族、食文化と伝統信仰に著しく残しているとみなされいる。 人気のある白砂島のような真っ白な砂浜は昔からの観光地で最初に植民したアゾレス諸島人集落ラ,ラゴアダ、コンセイサオンなども含まれる。観光は過去10年間で顕著に成長し、ブラジルタ都市、特にポルトアレグレ、クリチバ、サンパウロ、リオデジャネイロや同様に南米各国、ブエノスアイレスからの直行便があるアルゼンチンから、 多くの観光客がやってくる。ヨーロッパやアメリカ合衆国からの観光客も過去数年で非常に増え、2006年には始発の国際ホテルが開業した。バーラダ・ラゴアナコ風で趣きがあり、先祖伝来の漁業の村である。村は水路で型と海がつながっていて、今は新しい高級宿泊施設、ビラ・ビラルバがある。ポルトガル語が公用語である。しかし英語と、 スペイン語が、高校の第二外国語となっている。ヘルシー・リオルス教70年以上前にかけられ、本土と島をつなぐ。よく絵葉書きの題材になる。クルースへ数スサ宮殿かつての政府庁舎で、文化財。サント・アマロ・ダ・インペラトリス・ブラジル発の温水施設。ホンテ・カルダス・ダ・インペラトリス水温摂取39度に、達する、温水源。温水浴とハイドロマッサージが受けられる。 世界サーフ競技会、プロアマ療法の参加する競技会の主催地となっている。神の祝祭イースターの40日後に行われる。帝国時代の紛争をした人々の行列が通りを練り歩く。バンド演奏やローカルフードの屋台が出る。プライアドス・イングレセス観光客に人気のあるビーチでありながら、イングレセスはアゾレス諸島人の植民時代の名残を今も残す。 夏にはアルゼンチン観光客の人気の場所である。冬には、漁業、伝統的な宗教行事と祝祭がある。カンペチェビーチ5キロメートルにわたり白い砂浜と、海からの大波が続く。サーフィンに適しておらず、砂浜でパーティーをしたり、サッカーをしたりする人が多い。また、地元住民による漁業も行われている。アルマサオンビーチアルマサオン漁業会社の建てた。 サンターナ教会はビーチの歴史の一部である。かつて捕鯨関係者が出港を前にミサに行っていた。次に聖職者が浜へ下り、出港する船に祝福を与えていた。ジョアキナビーチから1970年代に世界中からやってきたサーファーたちが波を求めてこのビーチへ来た。多くのサーフィン大会が開催されてきた。 プライアドサンティーニョほとんど人の手の入っていないサンティーニョビーチは主に自然を観光目的にやってきた人々が見つけた地であるサーファーが主な観光客で彼らはサンティーニョサンタカタリーナ島東北部の最高のビーチだとしているエルシリオルス国際空港は国内国際両方の路線が就航している年間2700万人が利用するブラジル主要都市と 連邦高速道 BR-101 と BR-282 でつながっている。二つのプロクラブチームを持つ。二チームの対戦はシュートクラシックで知られる。サンタカタリーナ島はブラジルでも最良で最も定期的に良い波の来る場所とされている。毎年11月初旬、サーフィンの世界チャンピオンツアーの開催地となっている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。